はい、行きましょう。縄張りバトルでカナイン降下した今回のバネを使っていきます。さあ、使いこなせるかな。まあちょっと行ってみよう。射程距離は短いですからね。どれくらいかな、この射程距離。まあ待て、危な。くわー、死んだか。飛べるかな、まずいかな、ちょっとまずいね。スプラッシュボムと一緒に転げ落ちた。むずいなぁ、むずいっすなぁ。これで若干ちょっと遠目でも濡れるまではいかんけど。マジか。か。これは。これでもあれだな、一発でちゃんと当てれんとダメだけ。俺には早いのか。一発でちゃんと仕留めんと。ああ、これはむずい。やっぱね、人が使っとったらなんか、あれいいなーと思うんだけどね。やっぱ自分が使うと全く使いこなせんもんだな。あ、なんかおるわ。一発で当てれねえもんな。これはむずいなぁ。やっぱブラスター系はまだ早いなぁ。一発で正確にって、ちょっと難しいわ。やっぱシューターかぁ。やっぱ52が早い。52かなぁ。今のところちょっとやっぱ52かなぁ。なんか他なかったっけ。プライムも実際使ってみるともうちょっとしっくりこんのよなぁ。これもちょっと違うだろうね。モミジとか若葉とかね、この辺はもしかしたらいいんかもしれん。バリア。まあ、52ちょっと練習しよっか。まあ、何にしてもスプラッシュシールドの練習は絶対せんといけんけえな。絶対せんといけんっていうか。まあね、慣れとって損はないでしょう。ちょっと行ってみようよ。52ね。
もうちょっと上手くなりたいよな。まあ真正面から行くことはまああんまないというかなくはないけど、まあ、避けるんだけど、あとは単純にエイムをしっかりしてでスプラッシュシールドをやっぱりちょっと練習したいね。これくらい射程距離あればまあ十分じゃ十分なはずないね。何だろうか。よし、危なー、あいけ、くっそー。来たよ来たよ、めっちゃ来たよ。くっそー。あれだよな、あれで打ち負けないようにするの大事ね。あげ、よしよしよし、あ、いかん。なるほど。あげ、一見敵がおるとは思わんかった。くぅ。やられたなー。そう、やられたわ。ちょっともうちょっとスプラッシュシールドだな。よし、終わろう。ありがとうございます。